21日放送の日本テレビ系情報ライブミヤネ屋月曜から金曜午1時55分では番組の冒頭で福岡市のうなぎ店で元従業員の男が店主の6歳と3歳の娘を人質に立てこもっている事件を現地から生中継した。写真、梅沢富美男、美人妻の誕生日祝い2ショット公開、奥様を綺麗、の声宮根政治キャスター、56、は、自分の働いていたお店の6歳と3歳の女の子を人質に。知っているお嬢ちゃん2人を人質に立てこもるなんて、こんなに卑劣な行為はないですよね、とポツリ。コメンテーターでリモート出演の俳優、梅沢富美男、69、も、弱いものをそうやってね、店に恨みがあって、話をするんなら、しっかり店主と話をすればいいのに。弱いものを人質に取る。卑劣ですね、本当に、と怒りの表情を浮かべ、この子たちが大きくなってもイメージというか、こういうことがあったことを一生忘れないですから、と続けていた。